中華ナビラユンタンジャデマンですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、7月の25日金曜日、旧暦の内縄組では6月の29日あとい日。さあ、沖縄気象台11時発表の天気予報をお伝えする予定なんですけれども、今現在11時発表の天気予報は出ておりません。11時もう1分過ぎましたけどもね、はい。今朝5時の、天気予報ではですね、本日の日中の最高気温は33度、暑いですね。お天気は晴れマーク1本、まさに読谷村のザキミ上空、青い空に囲まれておりますけれども、その通りですよね。風は南の風でございまして、波の高さは海上2メートルと穏やかな、日々を過ごしている読谷村民、わったあれですよねって感じですけれどもね。ただ降水確率 20% とありますけれども、時折ですねにわか雨が降ったりしますから、どうぞお気をつけください。お母さん方、洗濯物、はい、また昼ドラとか見てたらすごい雨組みが来ますから気をつけてくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、ちょっとね、お天気で気になるところが、この週末また台風11号が発生する可能性がありましてですね、現在、太平洋高気圧に覆われておりますけども、その関係が若干東側にずれてくる、それでおそらく来週末あたりがちょっと気になりますよね。どうぞその台風の発生状況と行方、進路などもですね、この週末からチェックをしながらですね、今後のご計画を立てていただきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。もちろん備えあれば憂いなしでございますので、今後にもですね、そこら辺を生かしていただきたいなと思います。それではインタンジャーデマンです。1時間お付き合いください。お相手は中曽根智晴です。しておりますインタンジャデマンですよ。毎日11時にこの時間に番組を放送してるわけなんですけどもね。いやー、しかし飽きもせずって、飽きもせずって言ったら怒られますけれどもね。しかし毎日こうね、ゲストの方がやっぱり変わりますのでね、いろんな方々をこう読谷村、あるいは地域の方々にこう情報を発信するね、いろんな方々のそのご意見を伝えるっていうことはとても大事なことだなっていうものを改めて感じるわけなんですが、この1ヶ月、はい、読谷村議会議員の皆さん方をお迎えしております。来週の月曜日までということになるんですけれども、もう後半最後の方になりました。今日のゲストはですね、またね、いつもはここ最近、そういえばそうですね、議員の皆様も含めてここ最近は男性の方々ばっかりのゲスト、ね、この前も二代将軍でガタイの大きい方々ばっかり来てましたしね、今日はそんなわけでありまして、ちょっと素敵な方おめでございますね。今日も素敵な装いでどうぞ。はい、ありがとうございます。どこまで上げるんだみたいなそうですね議会議員の内地理恵子でございます、はい、よろしくお願いいたします。今日また素敵なこの装いで、そうですね、はい、お紫色で、はい、ユンタンジャーナル、あー、やっぱり、はい、綺麗ですね。いつも ね、本当結構インターネット映像配信やってるんですけど、結構意識してます。そうですねやっぱり PR になりますからね、ね、はい、素敵ですよ。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、まあ、リク君、はい、この先ほどもちらっと話しましたけど、まあ、はい、この台風11号が、ね、発生しそうなんですけれども、はい、そうですね、心配ですね、うん、この前の8号、うん、どうでしたか。もうヒヤヒヤでしたね。リク君のところはウフド、ね、ナミラですから、はいはい、ちょっと高台かな。高台ですけれども、うん、それも中間ぐらいなんですね。上からやっぱり水は流れてきますよ。
今回 の、はい、あの台風で、はい、あのこの大雨翌日の9日の日のね、はいはい、あのその日に気づいたのが道路が川のようになっているっていうことが印象的でした ね、はい、やっぱり涙もそうでした。そうですよ、あの金秀の前、うんうん、すごかったですね。あ、そしてうちのまた隣近所も、はい、庭のね本当に一角まで寸前までですよ、床上へえ、はい、土砂流れ込んだりとか、はい、泥が流れ込んでもうヒヤヒヤだったみたいですよ。そうなんだ、はい、今回はね怖い思いをされた方々も多かったのでね、うんうん、いやでも本当に、でもまだまだねこの台風っていうのは、はい、夏の間 ね、 そうですね、来ると思いますので本当にこう気をつけていただきたいと思いますね、はいはい、お互いねしっかりやっていかないといけないですね、うん、停電はどうでした。停電もありました。あ、いや、あの翌日のレクギーのところ、はい、そうです。あ、そうなんですか、はい、9日の、うんうん、午後あたりまでありましたよ。そうなんですか。翌日、はい、なかなかつかなくってねどうしたんだろうと思いながら。確かにね、もうしょうがないですよね。はしょうがない、ね、はい、本当ですよね。もう復旧するのにね、皆さんも、そうそう、もう一生懸命働いてるのを見るとですねうちの近くでも、うん、電信柱一生懸命やってるね、作業なさってる方を見ると、はい、ああもう頑張ってねっていう、もうエールを送りましたよ。そうですよね、はい、まあ、沖縄電力さんもね私たちもずっと広報してるんですけど、はい、やっぱりこう、二次災害が起きないためにね、うん、そうそう、まあ、ある程度台風のね、うん、力が弱くなってからしか活動ができないので ね、はい、まあ、ご理解いただきたいと思いますけども ね、はい、まあ、いずれにしてもね、はい、停電になっても大丈夫なような、うん、はい、昔の人たちはろうそくでもね大丈夫だったんだけど、今の人たちはみんな大変大変言いますね。そうですねアナログがいいかもしれないなさあごめんなさい、余計な話を、先に出してましたけれども、はい、さあそれでは6月のですね、はい、一般質問からお話をいろいろとですね、伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、さてまずは、はい、今回ねいくつかありましたけれども、はい、最初の質問は母子家庭生活支援事業についてということだったんですけども、はい、あのちょっとレイ君今回 の、はい、あの一般質問、あの、はい、私ラインナップをちょっと見てみるとですね、はい、なんかこれまでも結構、はい、いくつか幾度となく質問されたことが、はい、なんか似たような文字が並んでおりましたが、ね、今回はもう4カ年の総まとめっていうことで、うん、はいはいはい、やはりあの気になる部分をしっかり6月定例会ではね、うんうん、もう一回念をしたいなっていう思いで質問させて、うん、今回は6項目あったんですが、はい、でしたね、はい、結構あの麗子議員のね一般質問の中によく出てきてるね、うん、あの質問事項が多かったもんですから、はい、そうなんですね、あ、なるほど、そういう意味で押して押していこうということもう最終確認だよみたいなね、うん、感じだったと思いますが、そうじゃないとね、うん、やっぱり村民の声ですので、そうですね、はい、確かに、はい、さあそういうね、4回の集大成とも言われる6月の一般質問をですね、はい、一つ一つちょっと紐解いてまた多くの皆さん方にね伝えていきたいと思いますけれども、はい、よろしくお願いいたします、はい、さて1番目の質問、はい、母子家庭生活支援事業ということなんですけど、はい、まずはこの母子家庭生活支援事業というものがどんなものなのかということをちょっと伺いながらお話を伺いたいと思います。そうですね、はい、あの母子家庭の皆さんというのは、うん、どうしても子育てをしながら、うん、あの生活しないといけない、そして経済的に厳しい部分があるんですね、うんうんうん、それからしますとやっぱりあの就活であったり、うん、あのまあ、仕事を ね、 そうですね、もう探さないといけないという母子の方々がいらっしゃいますので、やっぱり厳しい、そういう現状に厳しい方々を1年間、うんうん、そこでお預かりをして、うん、入所していただいて、うん、そこで就活をしている間子どもを見てあげるっていう、うん、でアパートであったり、うん、そこをねやっぱり無料で貸し出しするっていう、ただし1年間の契約ということで、はい、これは県の事業であるんですね、うん、あるんだ、はい、うん、そういうことでやってはいるんですが、うん、しかしハエバルでモデル的にやってるんですけど、うん、ハエバルっていうともう読谷から遠いですよね。遠いですね。でうるま市は単独で今回、あ、単独で、はい、うん、去年一括交付金を活用して、はいはいはい、単独でやったんで事業を行っているんですが、うん、しかし読谷村からね、うん、やっぱりそういう家庭が出てきた時にどう対応するかというところで、うん、母子の方々が何名か、うん、あのちょっと相談があって、あ、じゃあ私たちはどこに行けばいいのっていう話があったんですね。そうするとやっぱり役場に相談してどうしなさいっていうことよりは、うん、やっぱり支援センターがあるんだったら、うんうん、そこを活用したいっていう、はいはいはい、声があったんで、うん、じゃあ単独でやるかね、単独で厳しかったら中上、ね、うん、中部検疫で、はい、できないかということで12月定例議会では質問したんですね、うんうん、そうです前もね、はい、お話されてましたよね、はい、うん、それはやっぱり、うん、あの財政的に厳しいという面があって、うんうん、じゃあどうするかというところでやっぱり窓口は、うん、まあ、子ども未来課で窓口を
やってそこから発信してそこにねつなげていこうということで答弁いただいたんですよ、うん、なるほど、はい、まだあの読谷村には該当する家庭はまだいないということで、うんうん、あそうなんですか、はい、そういう答弁がありました、ね、あなるほどこの母子家庭生活支援事業の中で含まれるその、はい母子家庭世代というんですか、はい、そういう方々は今回ないということで、はいはい、しかしやっぱりその狭間がいますよね、はい、あちょっと微妙な微妙な、そうそう、そういった方々がねちょっと声を上げたいという思いがあってですね、うん、であのやっぱり中部圏域でできると一番いいんですよ、うん、近く で、ねはい、やっぱりそういう支援ができるということはですね、うん、どうにか頑張ってほしい。じゃあ現状としてはそのハエバルにしかそれがないということ。そうなんです、はい、あ実際にですねそのハエバルまで行ってる方っていらっしゃるんですか。いないです。いらっしゃらない。ああ、なるほどね、はい。じゃあまだまだこれからなんだけども、はい、でも起きる可能性が、はい、だってあると言ってもいいぐらいですよね。800世帯余りありますよね。読谷村の母子世帯数が、はい。そうしますと頑張ってるんだ自分たちで今。そう。頑張ってはいるんですけど、ね、どうしても頑張れないやっぱり。はい、であの格差社会でその中で一番影響するのは子どもたちの。子育てに影響するんですね。あそれがもうとっても心配なんです、 うんですね、はい、格差あっていけないですよ子どもたちの。先日も新聞載っておりましたけど日本が、はい、その貧困子ども世帯っていうのが、はい、もうめちゃくちゃ高いっていうね、はい、ことで載っておりました。あれもちょっと僕沖縄もっと、もっとだと思いますよ。平均より上なわけですからね。そういう意味では本当に、はいまあ、あの離婚率も高い、うん、それからでも、出生率が高いという、うん、この2つの要素から含めても、はい、この母子不死片親世帯っていうのは、はい、かなり多いんじゃないかっていう予想はされますよね。そういう意味ではこういうやっぱり支援事業をしっかりとやっぱやっていかなければならないっていうのがありますね。社会のねやっぱり仕組みっていうのはね、うん、やっぱ今後必要だと思います。まあこの社会の現状に合わせて作ってね先を見据えてやっぱりやっていかなければならないっていうのもあるわけですからね。でもまず、うん、あのちょっとここで質問とちょっとずれるかもしれませんけれども、はい、あのもし今ラジオを聴く皆さん方で、うん、その私たちも片親なんだけどとかいう場合に、はいはい、こんなのってどこに相談したらいいのっていう場合は役場の、はい、子ども未来課の方に、うん、子ども未来課の方に、はいはい、ぜひあの相談員がいらっしゃいますので、うんうん、しっかりと対応するということで答弁いただいているし、なるほど、はい、あの心よくいろんな形で相談に乗ってくれると思います、うん、なるほどね、はい、そういう意味では職員頑張っていらっしゃいますので ね、うん、ありがたいですね、はいはい、こういう方々っていうのは読谷村にこの母子何支援員はいらっしゃらないですね、はい、相談員はいらっしゃいます。あ相談員っていう方がいらっしゃるんだ、はいはい、なるほどなるほど、はい、じゃあ今後ぜひねそこら辺は、うんとにかく今陸井おっしゃるように子どもたちには罪がないの で、 そうなんです。本当に子どもたちはみんなと同じように、はいねあのはい、普通の生活をしていただきたいということとね、はい、ちゃんとした教育、ね、受けられる環境づくりをね、はい、やっぱやらないといけないなと思いますね、はい、お互いでねやっぱり考えるべきだと思います、うん、そうですね、はいまあ、そういうことをね、はい今回の一般質問でもお話されておりましたけど、はいまあ、今回の、まあ、総括してっていうわけでもありませんけれども、はいまあ、これまでもこの母子家庭生活支援事業についてとか、はいこういうことを幾度となく質問されてきましたけれども、はいまあ、4か年間の中でこの質問の内容から総括して一言いただければと思いますけど、うん、そうですね、まあ、職員がしっかり、うんまあ、課長が一番頑張ってるんでしょうね頑張れ本当に大変だと思います、うんあのね、児童館建設についても子育ての ね、いろんな、まあ、ファミリーサポートセンターも、うんうん、さっきのね次の質問にありますけれども、うんうん、それも設置をしたり前向きにいろいろ課長は本当に頑張っていらっしゃいます、はい、そういう意味では、うん、やっぱりあの読谷村もね、うん、子育てについてはしっかりサポートしていくっていう体制はありますので、うん、それを村民がしっかりあの活用していただきたいなと思います。はいはいはい。ただそうね、うん、やってくれないではなくて、うんうん、とにかくあの窓口はあるわけですから、うんうんうん、そこをうまく活用していただいて、うんうん、自分たちに何が合うか何が必要なのかということをですね、うん、相談していただけたら、うんまあ、いろんなサービスにつながっていくと思います、うんうん、そうですね、はい、やっぱりそのどんなにこう議員さん方がね村民の声ですよっていうことでこう訴えてあるいはそれにじゃあ答えるように行政も、うん、じゃあ村民の皆さん方がそう思うんだったらじゃあやっていきましょうっていうことをやったのに、はいはい
それがねやっぱり情報として届かなかったらね、はい、そうなんです。庶民が活用できなかったらまた意味がないですからね、はいはいはい、せっかくいい、ね、体制作りやっても村民一人一人がね、うん、そういう意識でやっぱり生活していかないと、うんそうですね、やってくれないではなくて、うんうん、何が必要なのかということをねやっぱり声を上げていただきたいな、ねはい、そういう意味ではどんどんね、はい、ただあの議員の皆さん方に、声をかけたりとかね、はい、あるいは今お話になりました子ども未来か、はい、そういうところにもご相談にねどんどん足を運んでいただきたいなというふうに思いますね、はいはい、ありがとうございます、はい、さあお送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日のゲストは、ユンタン村議会ルイエチリエコ議員をお招きしております、はい。はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ、今日のゲストはユンタン村議会リュウエッチリエコ議員をお招きしてお話を伺っております。はい、リエコ議員、先ほどはね、はい、子育て支援という感じのお話ではありましたけども、はい、次はちょっと変わりまして、はい、ちょっとガラッと変わりまして、そうですね、2番目の質問は村内道路の安全対策は、はい、もう4か年間ずっとねいろいろやってますね、はい、よく僕印象にあるのはあれなんだっけ、富山方面から、はい、不動の下を通るあのアリビラからね、はい、残波向けの、はい、あの道路のこと、はい、よく話してますね、強くね、はい、力強く、はい、あのことが印象的なんですけれども、はい、それも今回入ってます入ってますか、はい、今回のこの村内道路と安全対策、はい、その設問が、4つありましてね、はい、波良上がり場交差点の安全対策、はい、それから千葉の写真館前から時計小学校までの通学路の安全対策、はい、3つ目が古源南小学校周辺での、波浦商店から古源南小学校体育館駐車場入り口までの通学路の整備、はいはい、4つ目が村道、はい、あこれだ波浦残波線の安全です、はい、そうですなるほど、これが今現状どうなってるのかっていう一発問、はい、どうでしたあのお答えとしてはその後、ですね、うん、波浦上がり場交差点、うん、まずはそこはね、うん、毎朝、まあ、区長はじめ波浦 の、はい、あの関係者が安全あのまあ、交通安全の誘導したいね、横断歩道ね、ですが、うん、そこは入り組んでるんですよ、ちょっといびつな誤射線、ね、そうですよね、うん、なんか変な、そう、はい、至る所から車が来るような ね、うん、もういつもヒヤヒヤな思いでそこの交差点は、はい、対策をしてるんですが、うんうんうん、でそういう意味であの、まあ、白線、うんうんうん、あの歩道の白線とかそれから横断歩道の白線とか、はいはいはい、それが全くないんですよ今、消えてる状態で、あ消えてるんだ、はい、なるほど、まあ、あっても薄くなってるのがで停止線もないんですね、ちょっと分かりにくい、せめて信号ができなければその、ね、停止線であったり、あそうそうそう、はい、その白線を、ね、しっかり引いてほしいっていう今回は、まあ、あの前回はどうしても信号欲しいなということで、うんうんね、一発も出されましたよね、はい、出しましたけれども、うん、今回はちょっと引いて、はい、でも白線ぐらいは引いてよっていう思いでやったんですけ ど、うん、でも課長の答弁で、うん、まあ、その流れの中で、うん、信号機はどうですかって投げたんですね、うん、そしたら優先順位がちょっと上がってきてますよっていう、あらら、はい、そんなんでも、あなるほど、そうするとあじゃあちょっとは期待できるかなっていう思いはあるんですがでも信号機については、はいはい、まあね
ちょっとあの時間がかかりそうなんで、白線であったり、ね、横断歩道して停止線しっかり引いてほしいですよね。今回はもう、あのこれはしっかりやりますっていうところがありますので、なるほどね、はい、まずはまずはできることからということで前向きにね、信号機はね、まあ、毎回毎回いろんな議員の方々が各地のお話をされるんですけど、はいはい、県内で20機の予算しか1でないという話ね。あら、あれは読谷さんに回ってくるのは何か年かに1回ぐらいからみたいな、 そんな感じがしますけどね。しかし危険な状況にあるわけですから、ね、うん、しっかり、ね、対策をやってほしいということですね。なるほど、はい、で続いてはその、高潮千葉の写真前館前から時小学校までの、そうですよね、そこも意外とね、あの、まあ、通学路でいろんな議員たちが質問してるし、私たちあの村民と その意見交換会の中でも何度か出るんですね、はいはい、そこはもう通学路本当に危険ですよと、そういう意味で、でも私が確認したら、まあ、危険 あの看板であったり、白線をしっかり引いたりとか、でまた通学の時は地域の方々がしっかり立っていて対策をしているということもあるんですけれども、あっちはですね、道が狭いもんですから、そうですね、私本当に大変な思いしてるんですよね。だからもう運転手がしっかり気をつけないといけない、そうですね、意識を高めないといけないということが一番のやっぱりあの安全対策なのかなって確かに、はい、思うんですね。あのところどころこの通学スクールの時間帯、通学の時間帯にその一方通行にしたりとかね、片側通行にしたりとかいうのをやっているところもありますけども、まあ、それもやっぱり地域の皆さん方からするとね、ちょっと大変なことでもある、そうですね、まあ、そういう意味ではやっぱり、まあ、すぐにできるのは、まあ、どこでもそうなんでしょうけども、やっぱり地域を利用、道路を利用されている運転手の皆さん方がね、注意を促すっていうのが一番かもしれませんね、本当はね、徒歩で登校、ね、徒歩で登校しましょうっていうことね、朝のね、ここなんだよな、最近はほとんどが車送迎になってますからね。それよね、そんなね、各学校が全体でそういう取り組みをすると朝の混雑は、ね、いくかは解消できると思うんですけどね、集中してね、同じ、まあ、登校時間が一緒ですからね、当然だから、通勤時間も一緒になってしまうんですね。あ、それはそうだ、あ、確かにね、そうするともう車の量がすごいんですよね。読谷小学校前も大変ですよ。あ、そうですよね、そうそうそう、あっちも道が大きいからって思うんですけど、しかしも大変ですね。あれも大型バスがね通ったりもしますから ね、はい、ね、はい、観光バスなども含めて、はい、そういう意味では本当にね、まずは運転手の皆さん方の、良き皆さんのドライビングテクニックでもってね、安全運転で一つお願いしたいなというふうに思いますね。協力ね、はい、お願いしたいですね。よろしくお願いしたいと思います、はいはい、さあ続いて3番目の質問なんです。そうですね、まあ、古毛南小学校体育館前入り口の方なんですけれども、そこはね道がもう悪くて、もう南部の議員さん皆さんがいっぱい質問なさっていて、私も何年か前に質問した経緯があって、そこもやっぱりもう一度確認しておこうということで、今回確認したら、2,3 日前通ったらしっかり、はい、工事されていて綺麗な道になっておりました。ありがとうございます。そうですか、素晴らしい、綺麗、はいはい、な道になってましたね。地域の皆さん方も安心して、安心です ね、もうあの子どもたちが通学するときにもう道が悪いもんですから、もう車が通るたんびに雨降りなんかはね、跳ねて、跳ねて、そう、あれはね、運転してる私たちもやっぱり気使いますよね、もう綺麗な道になってボコボコでしたからね。そうそうです、確かに本当にボコボコですね、はい、こんな道あるんかっていうぐらい、まあ、そういった失礼かもしれませんけど、はい、でもあのそれが綺麗にも舗装されたと、はい、舗装されてました。 ありがとうございます、はい、もう本当にパチパチパチ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。やっぱりこう言い続けるっていうのは大事かもしれませんね。そうです ね、 ね、はい、はい、さあ4番目の質問なんですけども、はい、冒頭にも私ちょっと申し上げましたけど、涙ざんばさん、はい、はい、そこもですね、あの速攻の部分が結局蓋なしの、そうでしたね、そして、はい、あの深い割に蓋がないの で、で私の知り合いがバックをして溝に落とした、で草も生えていて溝なのか道なのか分からない状況があるということで、今回もねまた質問させていただきましたけれども、そこも、まあ、線をねしっかり、向こうはどうしても、まあ、農道として以前はね、そうですね、はい、まあ、工事した経緯があって、農道には歩道は
まあ、作れないって、はい、作らないっていうことがあって、うん、今は村道に認定されていますので、うん、あ、そうですか、はい、村道なのでやっぱりそこを、ね、一角でもいい、片方でもいいんですよね、うんうん、歩道を作るような、うん、やっぱりこの仕組みができないかなということで今回質問させていただきましたけれども、やっぱり財政的に厳しいみたいですね、まあね、まあその需要の問題だったりとか、はいはい、いろいろとこうあるんでしょうけど、うん、まあ、まあ何でもそうかもしれませんけど、やっぱりね、僕あそこね、皆さん結構飛ばすんですよね。飛ばしますね、はい、しかもね、あの最近はね、昔はそうでもなかったけど、最近はレンタカーとね、大型バスが入ってくるようになってきたんですよね、はい、自転車も通用しますよね。結構ね、そういう方がいらっしゃるので、はい、まあこれはもうホテル聞くところに私たちも伺うとですね、はい、まあ、ザンバ岬をロイヤルホテルさんはですね、はい、そこは通行禁止になってるそうですね。あ、そうなんです。従業員は、うん、はい、ここはもう通るなということでなってるそうです、はいはい、だからアルバイトの子たちでもここは通さないという話を、ね、されてましたね、はい、まあ、アルビルさんちょっとまだ取材してないんですけど、おそらくそういうふうに同じようにされてるんじゃないかなと思いますけどもね、うん、まあ、でもそういう意味ではできるだけね、やっぱり運転手の皆さん方がね、しっかりとそこら辺は、そうですね、安全を期して運転していただきたいなと思いますね、うん、まあ、でも村道ということになれば、はい、また村としてもね、責任があるわけですから、はい、しっかりと事故が起こらないような対策をやっぱやっていただきたいですよね、はいはい、意外と離島なんかでね、うん、側溝に突っ込んで、ね、うん、高齢者がね、そうありますよね、うんうん、だから亡くなったっていう例もあるので、はい、心配です。そこを考え、はい、やっぱり農業なさってる方が高齢者多いですので、うん、そこら辺はね、やっぱり村としても対策が必要だと思いますよ、うんうん、そうですね、はい、まあ、先ほどちらっとおっしゃってましたけども、やっぱりこう道路なのかその側溝なのか、はい、ね、はい、そういうのが分かるように、まあ、そういう今の草が生えて見えなくなってるとかいうことがないようにして、みてそこら辺はね、はい、やっぱり整備はやるべきかもしれませんね、はい、そこら辺は今後もね、はい、大事にしていただきたいなと、はい、みんなが通る道でございますので ね、はい、お願いしたいと思います、はい、さあ、ちょっと時間厳しいようですけど、ここまで言っておきましょう、はい、3番目の質問ですけども、はい、読谷村における発達障害児の支援体制について、はいはい、あ、これ最近よくね、発達障害っていうことを聞くようになってきましたけれども、今回質問させていただいたんですが、はい、認定されている子どもたちは、うん、割とね、保育園児は9名、そして幼稚園が6名で、はい、小学校が49名ということで少ない感じがするんですが、しかし狭間の子どもたち、認定はされてない子どもたち、意外と多いんですね。で、やっぱり行動にちょっとね、やっぱりこの子は、ね、ちょっと障害持ってるのかなっていう、認定はされてない、はい、受診はしてない子どもたちの中で、やっぱりそういう傾向がの子どもたちが多いという情報があるんですね。で、読谷村の場合は独自で支援をしっかり配置をして、やってることに対してはもう本当に他の市町村にないね、取り組みだと思うんですね。あ、そうなんですか。ただし私の情報で幼稚園児、今預かりをやってるんですけれども、保育園の場合はね、まあ、1、2時こういう支援がしっかり見るんですが、幼稚園の預かりがある、放課後の預かりの支援員を3時までで切り上げてもう終わるんですよ、うん、そうするとこういう発達やっぱり気になる子どもたちっていうのは、うん、接する大人を、うん、同じ大人が接していかないとパニック状態になるらしいです。人が変わると、人が変わると、はい、3時からまた別の支援がくっつくと、はいはいはい、やっぱりちょっと落ち着かなくなったりとかっていうことで、だからその支援員を3時ではなくて6時まで、うん、預かりが6時までなので、うん、延長してほしいっていう現場からの声があって、なるほどね、はい、それをね、やっぱり幼稚園の場合は預かりね、そこら辺まで手立てできないかなということで、今回質問させていただきまして、はいはいはい、まあ次長の、うん、まあ、答弁ありましたけれども、うんうん、まあ、そういう現場の声は聞いてると、そういう意味からは来年度はね、うん、やっぱりそういう延長も頭に入れて検討していきたいということが答弁ありましたので、やっぱり発達障害児についても、うん、行政がしっかりとこの子の状態を一人一人、うん、状態を把握した上で支援をしていかないと、うんうん、パニックった状態で、うん、本当に早期発見、早期対応が必要なんです、うんうん、この子たちっていうのは、うん、早く対応することによって普通に早く戻りますので、うん、遅れるとまた時間がかかります、うん、あ、遅れた分だけね、はい、そういう意味では早めの手立てっていうのは、うん、やっぱり行政も必要だ、はい、必要だと思いますので、はい、そこはね、やっぱり教育委員会としても、うん、対応していくっていうことだと思いますので、これをお願いしたいと思います、はいはい、ありがとうございます、まあ、ぜひね、保護者の皆さん方と行政ともしっかりとね、うん、タッグを組んで、ね、はい、子どもたちの育てる環境をしっかりと作っていただければというふうにね、はい、期待したいと思います、はい、ありがとうございます、はい、では一旦コマーシャルさせますね、はいはい、ちょっと水ない
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしております。 FM タンのホームページで見ることができますので、今日の、H リコギーの素敵なユンタンジャ花火をね、はい、見ていただきたいと思います。 ありがとうございますあのユンタンジャ花火も綺麗な H リコさんを見ていただきたいと思います。無理しなくていいと思いますあ、ダメだ、ここで謝っちゃダメだいえいえ、とんでもないです。はい、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。さあ、それでは、4番目の質問に入りたいと思いますけども、はいはい、4番目の質問は、はい、青少年センターにおける相談活動においてっていうことなんですけどね、はいはいはい、それもね、ずっともう、はいはい、そうですよね、はい、あの1期目から、うん、そこはもう私心教師相談員をしていた、あの経験がありまして、あれ、あの子どもたち の、はい、あの相談の、うん、やっぱりあの中核になるのは青少年センター、うん、センターね、はい、うん、もうぜひ頑張っていただきたいなと思いで、うん、ずっとね質問させていただいて、うん、もう本当に頑張っていらっしゃいます ね、はい、職員は、もうありがたいです、まあ、場所はねユンタンソン役場と文化センターの間のね、はい、方に、教育委員会側の方にございますのでね、はいはいはい、そっちの方で先生方頑張っていただいてるわけなんですけども、うん、はい、今回の質問の中には、はい、20年度と25年度の、はい、まあ、相談内容と件数がどのようにこう推移しているのかということをね、うん、はい、質問されておりますけども、はい、これどうでしたか。そうですね、うん、やっぱりあの件数は横ばい状態だと思うんですね、うん、横ばい状態で、はいはい、どうしても子どもたちの心の安らぎの場っていうのが、うん、やっぱりあのなんで第三者的な存在っていうんですか、うん、あの自分のことをありのまま受け入れてくれる大人がそばにいるっていうことが、はいはいはい、こういう課題を抱えた子どもたちの大きなね、うん、やっぱりあの、うん、その拠り所になると思うんですね、うん、であのどうしても学校の先生とかあの親っていうのは押し付けですよね、うん、あの教員は、まあ、丸罰があるし、うん、勉強教えないといけないっていうやっぱり責任のもとでやるので、うん、そういったもう勉強もできない、はい、ね、家庭的に課題があるという子どもたちっていうのはどうしてもね、うん、そこであの溶け込めないところがあるので、うん、そういう意味ではあのセンターの役割それからしますと、うん、あのまあ、横ばい状態ではあるんですけれども、うん、あのそこにしっかりと、まあ、子どもたちが、うん、あの相談活動してる、うん、まあ、行けている、ね、行けているっていうんですかね、うん、それはもうすごいいいことだなと思っていますね、うん、一時的にね、うん、やっぱりそういうことがあっても、まあ、そういうのを乗り切る一つのステップの段階なので、うんうん、これあの子どもたちは、はい、その青少年センターに相談というのは子どもたち自身が相談する、いやいや親を通して、親を通して、ね、はい、子どもたちもそうですけど、うん、親の相談であったり、うん、でまた学校が紹介をして、はいはいはい、うん、学校紹介をしてね、はい、あ、なるほどなるほど、そういうことですね、なるほどね、まあ、でもそういう場がね、はい、あるということも私たち保護者はね知らないといけないしですね、そうですね、はい、相談できる場所があるよっていうことをね、もっともっとこうお伝えできたらいいなと思ったりもいたします。こういった子どもたちってとっても純粋なんですよ、うん、本当に私も関わってね、うん、とても感じるんですけれども、うん、もう本当に良くなりたい、自分も本当に一生懸命やりたいんだけど、うん、なんでできないのかなっていうジレンマがあるんです ね、うん、なるほどね、そこをねやっぱりあのこういう大人がね、うんうん、しっかりサポートするっていうのが必要かなと思うんですが、うん、あるエピソードなんですけれども、うんうん、ある私の知り合いが、はい、あのスーパーに買い物行って、でスーパーの脇であの、まあ、外の方なんですけれども、はい、たむろしていて、子どもたちがたむろしていて、はいはい、まあ、高校生か中学生か、うんうん、もうね、茶髪でいたらしいんですね、うん、で、まあ、ヤンキー座りって言うんですか、うん、ね、はいはいはい、よくあるイメージの、ね、はい、うん、雰囲気で、まあ、タバコを吸ったりとかいたんですって、うん、でうちの知り合いがもうこの子たちはと思って横目で見ながらね、うん、こんなところでって横目で見ながらこう歩いていて、うん、そこで石があるの分かるのでこっちつまずいて転んだらしいんですよ、うん、この目の前で、あ、その人が、そう、はい、そしたら、うん、この子たちがおばさん大丈夫ですかってやってきてそれには感動したって言ってましたよだから、いや、あや、私はねもうこういう子供たちをねこういう目で見たから罰が当たったのかなっていやいや、でもなんか いい話ですねこれね、うん、もう本当にそういう子供たちが多いんですよ、だから、はいはい、もう心は本当に純粋なんですよ、まあね、若気の至りというかこうちょっと突っ張ってね、この時代を、まあ、超えていく一つのステップかもしれませんし ね、やっぱり育っていく環境っていうものが、うんうん、いかにして大人がどうやって作り上げるかっていうのは今のこのエピソードの中にも見えてくるんですけども、ここでね、はい、もしかすると、
おめでとうっていう頭ごなしにやっちゃうと反発になったかもしれないし、はいはい、一つの、まあ、一つのですよ、はい、事例としては、うん、むしろいい結果としてね、はい、大人とこの突っ張った子どもたちがいい関係になったんですよね、はい、この瞬間ね、はい、まあ、怪我はしましたけど、はい、あでも、うん、本当に素敵な お話でございますけど、うん、そうですよね、うん、だからこういう子どもたちは、子どもたちはね、はい、うん、純粋だということなんです ね、それをねやっぱり周りの大人は分かってほしいなって思います、はいねね、ぜひともね、うん、そういう子どもたちが、まあ、本当に、まあ、そういうのも、まあ、ちょっとは元気があるなぐらいのもので、ね、見るのもいい、まあ、もちろんその悪いことをしちゃいけませんけれども、横道にそれっぱなしではなくて、それを修正できる、ね、そうそうそう、やっぱり仕組みがあるといいんですよね、うん、その社会の、ね、環境作りをしてい ければなと思いますよね、はいはい、そうですね、まあ、こういう相談の、ね、件数まま、横ばいだという話もありましたけれども、はいはい、あの2つ目の質問にその不登校の生徒の数っていうものをまあ質問されておりましたけど、はい、この辺は数的な部分と対応はどんなですか、うん、あのまあ、先生方も苦労しているという思いはしますね、うんうん、やっぱりあのいかに学校に足を運ばすかっていうことで、うん、まあ、家庭訪問したりとか、まあ、センターの職員もそうなんですけれども、はいはい、学校現場と連携をしながらね、うん、いろいろ、まあ、あの手立てはしていますね、うん、でそういう意味ではどうにかこうにかやって、でも最後には卒業の時には、うん、まあ、数人っていうことになってますよね、うん、そういう意味では頑張っているのかなと思いますね、うん、ただあのこういった子どもたちが卒業して後悔をして、うん、あやっぱり勉強しておけばよかった、高校進学できなかった子どもたちがどうなっているのかなっていうのがまた気になるところで、うん、であの過疎の子どもたちでもセンターに通って勉強して、はいはい、まあ、高校に受け直して入学したっていう例もありますので、うん、そうなんですか、はい、そういう意味ではやっぱり、うん、あの過疎であったり、うん、まあ、そこでねあの義務教育の期間中だけではなくって、うんうんうん、やっぱ卒業しても課題を抱えてたらやっぱりそういう相談もねやっぱしてくれてる、はいはい、それはもう連携取ってほしいと思います ね、うん、そうじゃないとやっぱりね未成年の方子どもたちがまた、うんうん、行き場がなくて、そうですよね、はい、またいろんな形で、うん、まあね、あの事件事故に巻き込まれる可能性もあるわけですから、うん、はいはいはい、そういう意味ではそういうところでねやっぱり相談活動もしっかりやっていただきたいなって思いで、うん、今回もね質問させていただきましたけれども、うん、まあ、しっかり対応しているということですので、うん、安心していると私は安心はしております、うん、はい、まあね、うん、不登校って言ってもいろいろな不登校の種類があるわけですからね、はい、心の問題だったりとかでもそうなんでしょうけれども、うん、逆にその、適応できないという子どもたちも当然いらっしゃったりとかね、家庭の問題だったりとかといろんな形で その不登校っていう言葉、うん、だから全てがその不登校だからこうそのなんていうか悪い生徒っていうイメージじゃないということをね、そうですよ、もう昔はなんか不登校って言ったらね、うん、足火が山学校みたいな感じで、そうそう、山学校っていうことは今使わないかもしれないけど、そういうイメージがあるんでしょうけど、今はね、そういうものよりもやっぱりこうメンタル面がすごい多いということで、うん、ただ一つですね、うん、私があのあれなのは前も質問したんですが、ねうんうん、適応教室、適応教室、青少年センターはどうしても相談活動なんですね、はいはいはい、相談をしてまたその専門家につないでいくとかって、うん、学校に戻したりとかっていうことがあるんですけれども、はい、適応教室があれば、うん、そこでいろんな体験をさせながら勉強させながらそこにまたね指導員もいて、うんうん、そういうところがあると、うん、もっとねもっと充実するかなって思うんですね。だけど、まあ、市には、うん、市町村の、うん、市にはそういう適応教室を、まあ、設けられるっていうことがあるので、町村の場合はやっぱりそれができないということで、まあ、広域でもねそれができるといい、うん、いいかなという私はそういう思いありますね。そうか、これはあれですか、あの青少年センターに通っ ての素朴な質問なんですが、はい、あのそこではその普通にその先生がいて、はい、学校の勉強を教えたりとか、はい、そういうことも一緒にやってるの？やってないですね。あ、そういうのはやってなくて、はいはい、相談活動です。相談活動、あくまで相談ですね。なるほど。であの別室に、まあ、うん、あの学習室はあるんですけれども、うんうんうん、しかしそこでずっと見れるっていうことではないですね。はい、はい、うん、主に相談です。なるほど、なるほど、はい、そうですか、はいはい、まあ、そういう意味では、そういう子どもたちへ の、うん、まあ、あのケアがね、はい、あの大事だっていうことなんですけども、はい、3番目の質問でとても面白かったのは、はい、高校進学できなかった生徒がいる場合に、はい、その子どもたちへの継続的な支援、はい、まあ、先ほどちらってこうおっしゃってましたけれども、はいはい、
これはあの、まあ、変な話ですけど、これはちょっと逆の見方をしますけど、はい、損としてそういうことをやるべきなのかなっていうの。そうですね、あの、まあ、義務教育だと、あの結局はその義務教育までっていう世界になっちゃいますよね。しかし社会教育の社会教育範疇になりますので、社会教育を考えてください。そうするとね、やっぱり未成年の子どもたちをほったらくすってことは社会教育的にやっぱり、私は手落ちだと思いますので、社会教育の目線でこの子たちを救ってほしいなという思いがあります。そうですね、はい、まあ、あのそういう部分では地域の子は地域で育てるというね、教育委員会が出してますけど、はい、そういう部分の範疇に入ってくるのかなというね、はい、感じしますよね、はい、学校だけじゃないんだよということをね、子どもを育てたりするものはね、それで社会教育、障害学習というのがあるわけですから、あるわけですからね、はいはい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、まあ、今後もね、はい、青少年センターの立場っていうのはとっても重要なポジショニングだと思いますので、はい、ぜひね、はい、頑張っていただきたいな、はい、よろしく、もう子育ての中核になってますのでね、そうですね、お願いしたいと思います、はいはい、さあそれでは、続いての質問移りたいと思いますが、はい、5番目はファミリーサポートセンター、はい、ああ、なるほど、これはあのファミサポと最近 ね呼んでおりますけど、はいはい、確か膝側はいの手前に複合施設にね、はい、入られたということでね、はい、話を伺ったことがあります、はい、こちらの利用状況の話でありましたね、はいはいはい、もうすごいですね、まあ、継続的っていうんですか、うん、くるくるっていうね、うん、その富谷、ね、にありましたけれども、はいはいはい、そこのメンバーがもう以前から頑張っていまして、うん、そのまま、まあ、持ち上がりということで、はいはいはい、87件11月に開設して87件っていうのが、ね、うんうんうん、去年のね、それしますとすごい頑張りですよね。そうなんだ、うん、これでも本当にあのこのファミスト面白いなんかやり方ですよね、はい、子供をちょっと預ける、はい、立場の人だったりとか、そう、預かって言うって、預かる、そう、預かってもいいですよっていう立場の方だったり、はいはい、それをしっかりとねつなぎ合わせるっていう、はい、マッチングっていうところっていうのはとても面白いなと思うわけなんですけども、87件もあったという、はい、先ほども母子世帯の話もしたんですけども、うんうん、はいはいはい、やはりあの就活、うん、就活をするときにやっぱり子供がいるとどうしてもね就活できないですよね、子供で、おじおばがいるんでしたらね、もう預けてできるんですけれども、やっぱり他の市町村から他府県から来た方々っていうのはどうしても身内がいない、じゃあどこに預けるのってなると、やっぱりこのファミリーサポートセンターがあることによってそこに一時預かってもらって面接に行ったりとか、そういう利用もできますよ ね、そうそうそう、とっても助かっていると思いますね、どうしてもね、はい、若い方々やっぱりお母さん方多いと思いますからね、そういう意味ではやっぱりこう子育てをしながら働きたいっていうのが一番理想なんですよね、はい、そうですね、うん、はい、そういう部分でそのサポートをしてくれるこういう、ファミリーサポートセンターっていうものはどんどん皆さん活用していただきたい、はい、おそらくね僕ね思うんですけど、分からない方が多いんじゃないのかなと思う。そうかもしれないですね、うん、未だに聞かれますもん、あれ何人ねってやっぱり言われますから、はいはいはい、こういうファミリーサポートセンターっていうのが入ってるんだよっていうことを話すると、はい、うん、ファミリーサポートセンターって何ねって言われるあーこんなもんなのかなとか思ったりするんですけどね、うんうん、あのファミリーですので、今は子育ての一部ですよね、うんうんうん、まあ、さっきは 月で87件、うんうんうん、延べで、まあ、436件なんですけれども、はいはいはい、ファミリーサポートセンターっていうのは子育ての分野だけで今頑張っているんですけど、うんうんうん、ある市町村ではファミリーをサポートするのがあるんですよ。もうそういうじ、まあ、なんていうか介護であったり、そういうのね、もう家族をサポートする、いずれはそれになってくるんじゃないかなと思うんですね、そうなんだ、はい、だから子育ての分野だけじゃなくてお手伝い、なるほどね、もうそういう分野まで広がってくるんじゃないかなって思っていますね。そういう、はい、だからすごい役割だと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。一旦コマーシャルされます、はい、
はい、お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日のゲストはユンタンソン議会リュウエチリエコ議員をお招きしてお話を伺っております。はい、もう後半もうエンディングになりますけどもね、早いですねいつもいつもそう思います。はい、まあ、先ほどはねファミリーサポートセンターの利用状況ということで、はい、まあ順当にですね、はい、まあ、利用者の方々が増えてきているということでありますので、はい、まあ、ぜひ今後はまたそれをねどう活用するかっていうもの、はい、先ほどからもう同じ、まあ、これはもうまあ、全てそうかもしれませんけどね、我々村民がどういうふうに情報を、行政の情報を得て、はい、それをどう活用するかっていうところをね、はい、生活に密着させていくことが、うん、村の活性化にも当然つながっていくものだとね思います。ぜひねファミリーサポートセンターのご利用もねよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、じゃあ続いてよろしいですか。はい、はい、最後の質問になりますけども、はい、本村における認知症高齢者の実態についてお伺います。はい、まあ、先ほどファミサポのお話から介護を、ね、家族をサポートしなければならないというのも実際こう起きてきてるんだよということをお話されてましたけど、はい、認知症高齢者っていうのも確かにこの辺もかなり気になるところですね。そうですね、村内879名、え、そんなになりましたね。認知症として認められている高齢者が、はいはいはい、そうなんだ。65歳以上の、はい、これって社会問題ですよね。もう私たちがどういうふうに、まあ、地域で受け入れる、そしてそれにならない、認知症にならないための予防、それも本当に今後大事ですよね。それと地域の理解力っていうんですか、そうですね、はい、お隣近所さんのね、はいはいはい、そういうものもちょっとね、うん、私たちは学んでおかないといけないんですよね。そうです、はい、うん、ある意味ね、はい、今は多分まだ地域でね、はい、認知症があっちの認知症の方がこれおじいがいらっしゃるよとかいうことのお話っていうのは少ないかもしれませんけど、少ないっていうよりは情報を流したくないです、家族が、家族が、はい、ね、そういうことがありますね。でもどうなんだろう、俺、うん、まあ、それが例えば家庭内の中でね、はいはい、収められるものであればいいんでしょうけど、はいはい、その徘徊とかそういうふうに関わってきた場合に危険度がかなり高まってきますよね。そういう意味ではやっぱり地域の方々との教育体制っていうのはやっぱりご家族はやるべきじゃないかなと思いますけど、もう今後これがもう必要になってきます ね, すね、はい、もう世間体なんかも考えていられないですよ、うん、そう命に関わることになってくるとね、はい、そうです、はい、うちの、まあ、うるま市に住んでる方なんですけれども、おばあちゃんがまだ70ちょっとなんですけれども、はいはいはい、結局は名札をつけて、もう徘徊するもんですから歩いて、で名札も捨てるんですって。あ、でもう背中に名前を書いて、住所名前を書いて、もう家族がもう散歩させたり、もう逃げるかもうしょうがないんですよね、散歩らしいですね、だから住所と名前があるから、まあ、帰ってきたりとか、まあ、隣近所の方が連れてきたりとか、そういうあれはできてるみたいですね。なるほどね、はい、まあ、そういうね、目の前ですよ私たちの、本当に本当ですよね、はい、もう高齢化社会って言われて、いつよじゃなくてもう今なんですよみたいな世界なんですよね、今ね。なんで今65歳以上の4人に1人が、うん、あ、そうね、笑い話なんですけど、うんうん、この間の、うん、まあ、話の中で、うんうん、4人に1人が認知症になるんだったら、うん、じゃあ3名で歩けば認知症ならないねって面白い、あ、これ発想面白い。こ, れ、ね、この間にユンタンジャー歌の会の司会やってた方がもう爆笑だったんですけども、なるほど、ね、あ、そういう考えもありますね、と思ったんですけど、まあね、それはね、ある意味こう言葉遊びですけれども ね, で, ね、でもしかしそういうふうに、まあ、意識をね持って、いくというのはね、いいことだと思いますけども、はい、でも本当にこの認知症っていうものは、もう本当に私たちの家族、はい、父ちゃん母ちゃんがねいつそうなるかも分からないっていうのもね、これは本当にこう何かね、骨を手の足を当て足を骨を折ったとかいうふうに具体的に見えるものだったらね、ケアはできますけど、す、ね、はいはい、分かんないわけですからね。この間議員の皆さんサポーターになりましたよ、講習会受けて。あ、そうなんですか、はい、そういうのもあるんですか。認知症サポーター、はい、養成講座っていうのがありまして、読谷村はね、やっぱり一人でも多くそのサポーターを作りたいというんで、サポーター作り、はいはい、なるほど、
今回3名4名の方々がね、認知症について、うん、で6月議会では質問していましたので、うん、はいはいはい、それでやっぱり議員からじゃあ一拍サポーターに なってもらいましょうということで、これ拍手に値する、はい、そうです、はい、もうサポーターになりましたよ、はい、そうなんですか、はい、なるほど。これっていうのは今後じゃあ地域の皆さん方にもどんどんこう広めていこうと、はいはい、婦人会であったり地域の、ね、方々に広めていくっていう、で子どもたちへの教育も必要ですよね。おっしゃる通り、はい、子どもたちもいいかもしれない、うん、絶対、はい、ね、子どもたちがそういうことを意識していく、理解していくっていうね、うん、先ほど一番最初の話してましたけれども、はい、やっぱり地域がそれを認め合う認知症っていうものがこういうものであるっていうことをね、はい、知ることがまず大事かもしれないですね。学ばないとね、はいはいはい、ということです。だからもう、はい、これから予防に、うん、笑うことが一番予防だと。あ、笑うことが、笑って、はい、笑ってそして運動して、うん、なるほどね、はい、そうですよね、はい、まあ、健康であるがゆえのお話でありますけどもね、はいはい、ぜひともね皆さんもいろんな問題が今日のね、リクイのご質問6つありましたけども、はい、それぞれが我々の身の回りに必ずあるようなことなんですよ ね、はい、はい、まあ、そういう意味では、はい、こういうことをね、理解していくっていうこともね大事かもしれません、はい、そういう意味では本当に三田村議会 ね、はい、ね、何回か行われるわけなんですけども、はい、定例議会4回 ね、 ね、はい、行われますが、はい、その中で三田村はですね、各議員の皆さん方が一般質問でこのようなことをお話してるわけなんですけども、はい、ぜひね、はい、聞いていただいて私たちの環境がどうなってるんだっていうことがね分かるんですよ、うん、これでね、うん、そうですね、はい、地域のことが、はいはいはい、そういう意味ではぜひともね、村議会、うん、これまでの議会定例議会はね、はい、エフェンタのホームページでも録画されておりますのでね、はい、ぜひ、お時間があるときに見ていただきたいなと、ね、いうふうに思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、以上6つの質問でございました、はい、ありがとうございました、はいはいはい、ありがとうございました、残りちょっとなんですけれども ね、はい、ね、ここで私から、はい、質問をお伺いしたいなと思うことが一件あるんですけど、はいはい、今回9月で、はい、4カ年間の三田村議会での任期が満了するわけなんですけれども、ねはいはい、本当にありがとうございました、はいはい、こちらこそありがとうございます、はい、ちょっと4カ年を振り返って、はい、お話をちょっと一言伺いたいなと思います。そうですね、総括しますと、はい、児童館建設がもうスタートということがもう大きな大きな私はもうホッとする、はいはい、それと、ね、まあ、福祉、私は福祉なんですけど、うん、福祉の利益ということでずっとねやってきましたけれども、まあ、コミュニティソーシャルワーカー配置、これがね社協に、はい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 、一人配置になりまして、うんうん、もう福祉のね、うん、なんていうのサービスが、うん、村民の末端まで、うん、やっぱり行き届くやっぱりサポートをねやっぱりやってもらえると思います、うんうん、そういう意味ではコミュニティソーシャルワーカーの配置、うんうん、それはもう大きなねやっぱり原動力になると思います、はい、うん、それとファミリーサポートセンターだったりね、はい、いろんな形で形となって見えてきましたね、うん、はい、ね、そういう意味では本当にいろんな角度から、はい、ね、一つの問題を、はい、いろんな角度から質問ね、はい、幾度となく、まあ、やってこられたと、ね、いうことで、はい、やはりそこから何か、はい、あ、この方向性からだったらいけるなっていうものもね、はい、また行政の皆さん方もかなりまた勉強されてですね、はいはい、読谷村民のためにということで頑張ってこられたんじゃないかなと思います、ね、本当に行政の皆さんには本当に、うん、感謝をしたいと思いますね、うん、はいはい、で本当に4カ年 ね、はい、任期満了までぜひ、ね、はい、頑張っていただきたいと、はい、これからもお期待申し上げたいと思います、はいはい、今日のゲストは読谷村議会より上地理子議員でございました。どうもありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございました。